はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですけれども、やってまいりましたクリスマス特集第6弾、いよいよ最終回でございます。でね、今日私どこに来ているかと言いますと、シティフィールドっていうですね、クイーンズのフラッシングにありますニューヨークメッツのねホーム球場になっているところに来ているわけでございますね。でね、今回お届けするね最終回なんですけども、はい、ちょっとね後ろここに出ているんですが、アメーズライトフェスティバルっていうですね光の楽園、これをですね、まあ、お届けしていきたいと思います。でね、このね球場のですね駐車場のところにですね、ぶわーっとねもう光のイルミネーションの集合体がありますので、ぜひね今回の動画でそちらをお届けしていきたいと思います。それではですね、今日ね今ねめっちゃ寒くって、体感気温なんとですねマイナス4度を記録しました。はい、明日からですね、はい、もう氷点下に、ね、ずっとなってしまうというですね、大変な状況でございますので、まあ、とりあえずですね、はい、もう早速入ってですね中の様子をお楽しみいただきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは早速アメーズライトフェスティバルを見ていきましょう。このフェスティバルは全米最大のホリデーライトフェスティバルで、登場人物のジングとスパーキーの物語を追いながら、数百万個のきらめく光と実物大のホリデーディスプレイのある道を進んでいきます。5つのエリアから構成されていますので、一つ一つをぜひ最後までお楽しみください。それでは行きましょう。
いかがでしたでしょうか、アメーズライトフェスティバル、こちらをですねお届けいたしました。でね、まあ、大きさ的にはですねあんまり大きくないんですけども、4つのテーマでね、まあ、いろいろなねこうねライティング、こちらがあったわけでございますね。一つ一つのイルミネーションがですね非常に大きくてね、まあ、非常に可愛らしい感じでね、なかなか見応えのある、アメーズライトフェスティバルでございました。はい、というわけでね今回の動画なんですけども、第6弾アメーズライトフェスティバル光の楽園、こちらをお届けいたしました。でね、このねクリスマス特集第1弾から第6弾までね、今回ね6つの動画でお届けしたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もしよかったらですねまた全部の動画をですね、ご覧いただければと思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。